こんにちは、萩原哲夫です。今日は散歩コースですが、いつもとはまた別のコースで、アニメ映画の耳をすませばの舞台になったあたり、この辺もよく来るので今日はそこを撮影したいと思います。この辺のシーン確かなんかねあったような気がしますが、これをちょっと望遠を普通に戻していくとこんな感じで、今北東を見てますけど、これを東に振ってきます。ピャーっと。でこの道がなんか主人公たちが通う高校ですかね、行く通学路だったとこです。これで回していくとどうかな。今日は日曜日なんで結構雨なんで人少ないですか。土日は今日土曜日、若い人を中心にカップルも結構来てたりするんですが、今日は少ないですね。これで坂をじゃあ登っていきます。ではちょうどなんかバス来たんで、映画の中でも確かバス走ってた記憶があるんですけど、駅に向かうバスが坂を降りてきてます。あ、来た来た、こんな感じです。で、坂を降りてくるんですね。坂を登ってきて、ここも映画に出てきた神社ですね。よいしょ、琴平神社と言いますね。よいしょ、ここになんかおみくじと言われが、何年か前にもともと何もなかったところにこれ人が来るようになったせいか作られています。で、正面が本殿が入ってるんですかね。よいしょ。これもこの神社、ここでなんかね主人公が2人でお参りしてたとこですね。で、お参り終わったんでまたちょっと少し歩きたいと思います。あ、せっかくだからおみくじを引いてみますかね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。あ、おみくじ引きました。よいしょ。じゃあ開けたいと思います。なんと今日引きました。なかなか引かないんで俺、結構ね何年かぶりですね俺ね。はい、そんな感じで結びたいと思います。こんな感じで結びました。見ちゃいけないんですが、他にも今日引いた方いたみたいで、ここのおみくじ割と吉系が多くてですね、今すぐアタックしようみたいのがいつも引いてたんですけど、今日もあるんですね。なんか逆にリクエストがあって悪い色も入れたんですかね。久しぶりに引いたら出てしまいました。ではもうちょっと行きたいと思います。ここほぼ丘の頂上ですけど、昔の天守の跡のあたりです。ここも映画になんか出てたとこですね。もう少し行くと丘の頂上になります。ここまで行ってみたいと思います。ここがほぼ頂上です。南東方向かな、これを見てます。ずっと多摩の丘陵のてっぺんというかが見えます。稲城方面ですかねこれね。
ずっと今度西へ振りますと、これが長山駅方面です。と雨が強くなってきたこともあるので、この辺で今日は終わりたいと思います。続きがもしできたらやります。それでは。